全ての願いは叶えた。ではさらばだ。おい、おい、聞こえるか？目が覚めたようだな。気分はどうだ？そうだな。状況を説明する前に、まずは自己紹介をしておこう。俺は16号レッドリボン軍に作られた人造人間だ。自分がどういう状況に置かれているのか理解できないだろうが、落ち着いてほしい。突然ですまないが時間がない。要件だけを話すとしよう。お前は今フリーザという宇宙人にリンクしている。要するにそいつの体に憑依し乗っ取っているということだ。とはいえ、言葉だけではピンとこないだろう。その目で確かめてみるといい。驚くのも無理はないが、これは現実だ。本来ならお前の精神が孫悟空にリンクするはずだったのだが、すまない。何かしらのトラブルでフリーザにリンクしてしまったらしい。安心しろというのもおかしな話だが、元の体に戻る方法はある。それは通信聞いているのでしょう。返事をなさい。どうやらフリーザの精神が目覚めたようだな。フリーザは俺の声が聞こえているだろうが、奴の声はお前にしか聞こえない。まずはフリーザに何か話しかけてみて。なるほど、無作法者ではありません。最低限の挨拶はできるようですね。もっとも挨拶の時で私が許すことなどありえませんが。ようやくお出ましですか。あと少し遅ければどうなっていたか説明するまでもないですよね。さて、あなたには聞くべきことがいくつもあります。まずは何が起こっているのか状況を説明してもらいましょうか。あの地獄のお花畑に比べればパレードがない分マシですが、あなたは何か勘違いしていませんか。ご自分に選択肢があるとでも。この私が教えろという意義を答える以外に道はないのですよ。私をこれ以上怒らせたくなければ知っていることを全て吐きなさい。でないと後悔することになりますよ。フリーザ、聞
こえているな。俺にはお前が話をどこまで聞いていたかわからない。だから要点だけを簡潔に伝える。お前は今リンクシステムによってそいつに肉体を乗っ取られている。自分の意志では木を放つことはおろか、敵を殴り飛ばすことさえ叶わないはずだ。ザレ事はそこまでにしておきなさい。そこまで言うのでした。今すぐあなた方を消して差し上げましょう。そうすればこの私を乗っ取ることなど不可能だと気づくのか。さあ死になさい。聞いているか。先ほどから全く反応がないが、二人で話しているということか。いや、ここで考えていても仕方ない。話を先に進めるぞ。な、そんなバカな。私は今確かに攻撃をしました。それなのにどうして。一応言っておくが、中で暴れても状況は変わらない。おとなしく諦めることだな。今の状況を打破する方法はただ一つ。それがそいつに肉体を操ってもらい、一つでも多くの戦闘を経験すること。操ってもらい、つまりこの方に私の体を好きに使わせろと。まったく笑えない冗談ですね。あなた、ぼさっとしていないで、さっさと私に体を返しなさい。さもなくば私の手であなたを消しても構わないのですよ。外に影響を及ぼすことはできないようですが、今ここにいるあなたにはどうでしょうね。私は散々待ちました。もう我慢の限界を超えているのですよ。私はその男と話す必要があるのです。さっさと引っ込みなさい。まさかお前は。ようやく直接話すことができますね。もっとも言い訳を聞く気はありませんが。あいつが精神の主導権を明け渡したということか。まあいい、話が早くなる分には問題ない。ごたくは言いませんよ。さあ覚悟なさい。私は今肉体を取り戻したはず。これで分かっただろう。戦いはお前の中にいる奴に託すほかない。リンクの影響で動くことはできるだろうが、もしこれを解除したら。まったく忌々しい男ですよ。私の力を封じるだけで飽き足らず、こんな雑魚を憑依させるとは。一つ誤解がないよう言っておく。リンクシステムを起動したのは俺だが、お前の精神と力を封じた犯人は別にいる。何ですって。奴の名は人造人間21号。今レッドリボン軍を指揮しているもの。数多くの戦闘を経験し強さを得れば、奴を食い止めることもできるだろう。食い止めるです。ずいぶん甘いことを言いますね。その話が本当なら21号を消し去れば済む話です。そんなことをすれば二度と元に戻ることはできなくなるぞ。この私を脅すつもりですか。精神と力の封印を解く方法は奴にしかわからない。ふざけた話ですよ、ね。
私がそんな話を簡単に信じるとでも？とはいえこのままでは拉致が開かないのも事実。私の中に居座る雑魚地球人、今の話聞いていましたね。実に腹立たしい話ですが、あなたに戦わせる以外方法はないようです。まったく、こうなった以上は仕方がありません。あなたはこれから私のしもべ、私の名を汚さぬよう命がけで務めを果たしなさい。できるのですか？どうやら今までの雑魚とは違うようですね。お前もぶち壊そう。ま、少し話せたところで、おつむは他の雑魚と大差ないようですね。いいでしょう。今つぶしに私の強さを教えてあげますよ。Six!
の雑魚かと思いましたが、少しはやるようですね。手加減したとはいえ、この私の攻撃を受けて生きているとは。待て、いや、待ってください。まさか、フリーザ様ですか。なるほど、ご自分の身の程はわきまえているようですね。申し訳ございません。以前フリーザ様の下で働いていたサイヤ人のナッパです。ナッパ、ナッパ、そういえばそんな名前のサイヤ人もいた気がしますね。ご無礼をお許しください。以前お会いした時とフリーザ様の姿が違うもので気づくのが遅れてしまい。おや、あなた、この姿を見るのは初めてでしたか。しかし自分の主人も見分けられないとは、あなたの忠誠心はその程度ですか。めっそうもない。フリーザ様のためなら、たとえ火の中水の中。その言葉に嘘はありませんね。ならば私のために存分に働いてもらいましょうか。それにしてもあなたセンスあるようですね。もっと私の力を引き出せるようになれば、16号を尋問することもたやすいでしょう。当然です。この所業に対するけじめをつけさせる必要があります。こんな雑魚地球人をリンクさせ私を利用しようなど、まさかとは思います。あなたはあの男の言うことを全て信じているのですか。だとしたら甘すぎてヘドが出ますよ。やつの真意は分かりませんが、何か別の目的があるはずです。本来は私ではなくあのサイヤ人にリンクさせるつもりだったようですしね。あのサイヤ人、まさかカカロットのことか。私にそのような口を聞くとは、ずいぶん偉くなったようですね。いえ、誤解です、フリーザ様。これはフリーザ様の中にいるクズに言ったのであって。ま、そういうことにしておいてあげましょう。ナッパさん、あなた程度でもこの状況では大事な手駒です。それ相応の働きができなければどうなるか分かりますね。もちろんです。精一杯働かせていただきます。いい心がけです。期待していますね。ち、フリーザの野郎、何か言いましたか。いえ、何も。自分そっくりな奴がこの世にいるなんて、まったく薄気味悪いぜ。こんな出来損ないを作った奴はただじゃおかねえ。こいつを片付けた後で必ず見つけ出してあの世に送ってやる。だが腐っても俺のクローンだ。多少は楽しませてくれるな。さあ、本物の強さってのたっぷり教えてやるよ。
It's all or nothing! ギニューさんですか。あなたも蘇っているとは好都合ですね。私と共に来なさい。そして私のために働きなさい。どいつもこいつもこのギニュー様がぶちのめしてくれるわ。クイズを取らない上にフリーザ様の言葉を無視しやがった。あの独特の趣味が強制された代わりに自分が誰の配下なのかを忘れたようですね。いいでしょう。あなたたちが従うべきは誰か今思い出させてあげますよ。
釣られていたとはいえ、フリーザ様に歯向かうなど、なんと恐れ多い。いかなる理由があろうと、私に逆らうことは許されることではありません。ですが、今は人手が欲しいところ。今回のことは水に流しましょう。フリーザ様、よろしいのですか。ええ、ただし死に物狂いで私のために働きなさい。もちろんです。この義乳、フリーザ様のご期待に応えます。お前たち、我らを許しくださるフリーザ様の深いお心遣いに感謝し、フリーザ軍に再び入ることのできる喜びをダンスで表現するぞ。それは今は結構です。そうですか、かしこまりました。恐れながらフリーザ様、あいつらを証拠のままの方がまともだった気が。まあいいでしょう。我が軍は結果が全てですから。